皆様お待たせいたしました、本日はご視聴ありがとうございます、時間になりましたので多摩デザインユニバーシティ講義プログラムを始めます。東京ミッドタウンタワー棟5階にあります東京ミッドタウンデザインハブよりお送りしております。現在デザインハブでは多摩美術大学による企画展多摩デザインユニバーシティを開催中です。会場ではバーチャルな大学としてのデモンストレーションや展示を行いながら50のデザインの新しい領域をテーマにした講義プログラムを行っています。講義では新しい世界をどうデザインできるかを共通テーマに大学の研究者や実務家の方、デザイナーの方などさまざまな領域の第一線で活躍されている方の視点からこれから何をデザインすべきなのかを大学の講義のような形でお話しいただきます。デザインの領域が広がっている中で新しいこれまで見つかっていなかった領域にも注目する機会とすることを目標にしています。質問やコメントは随時受け付けております。最後の質疑応答の時間にまとめて取り上げるので、チャット欄に書き込んでください。オンラインでご参加の方でもし聞こえづらいなどあればこちらもチャット欄にお願いいたします。また本日は会場にもお客様にお越しいただいております。ありがとうございます。本日は多摩美術大学情報デザイン学科情報デザインコース教授で株式会社アクシス取締役の宮崎光弘先生より講義を行っていただきます。過去のトップデザイナーの言葉から未来は見えるかを問いとしてデザイナーズポートレートという領域についてご紹介いただきながらこれからの未来像についてなどお話をいただきます。それでは宮崎先生ご登壇お願いします。今、ご紹介にをいただきました宮崎と申します。よろしくお願いします。今日実は先ほど少し早く来て、僕の前の回 の久保田先生の講義を聞いたんですね。非常にアカデミックで真面目なちゃんとした講義だったんでですね、その後に私がやるのはですねいかがなものかと思うんですけれども、私の講義はですね久保田先生のものに比べると気軽に聞ける内容なのでリラックスして聞いていただければと思います。今日はですね過去のトップデザイナーの言葉から未来は見えるのかという題をつけさせていただいてお話していこうと思います。よろしくお願いします。最初に私の自己紹介を少しさせてください。先ほどご紹介いただいたように、多摩美の教授というのをやってるんですけどその名刺がこれなんですけど他に2つ名刺例に入っていて1つはこのアクシスっていう名刺でもう1つはこのシンクジャースという名刺です。それぞれ何をやってるかっていうと株式会社アクシスっていうところではですね肩書きとしては取締役クリエイティブ統括っていうふうに書いてあってで多摩美の方ではデザイン学科の教授でシンクジャースは理事とでどんなふうに活動してるかっていうと日割りで活動していてですね月火水木がアクシスっていう実はここからですね六本木駅をの反対側に飯倉片町というところにアクシスというビルがありまして、まあ、そこで働いてます。それから、まあ、金銅が多摩美でデザイン教育やシンクジャースの事業をやっていますとそんな感じでそのアクシスはですね、今年でちょうど40年なんですね40周年で1981年にできましてどんなことをやってるかっていうとこの一番左上はですねデザインの雑誌を作ってます。もうこれはアクシスができた時からずっとやっていましてこの雑誌ももう40周年という形です。でこれ真ん中にここにあるのは4階にですねそもそもアクシスビルっていうものがあるんですけどもそこの4階にデザインギャラリーがありまして、まあ、今から40年前っていうとデザインギャラリーっていうのはかなり珍しかったんですね。美術館はあるけれどもデザインを専門に扱っているギャラリーってなかなかなくてそれを我々やっていて、自分たちで展覧会を企画したりとかあとはいろんな企業の方に、展覧会をやっていただいたりとかっていう活動をしていました、というかしています。
で、3つ目のこれは、最近で紙の雑誌以外にもウェブメディアでデザイン情報を発信しているという形です。で、こういったデザイン情報の発信というのは、まあ、当時からですね、割と世界のデザイン情報を日本に紹介するという部分と、それから日本のデザイン情報を世界に紹介するという形で、そのまあ間に立つというような形で活動してきました。で、ここは割とプロフェッショナルの方たちに向けてのデザインの紹介なんですけれども、1階にはですね、リビングモチーフっていうお店が入っていて、ここも自分たちで運営してるんですけども、インテリアとかライフスタイルのショップを、このようにやっています。こんな感じですね。で、まあ、そういったこと、そこでまあいろんな知見が得られるので、まあ、それをベースにですね、さまざまな企業のデザインプロジェクトのお手伝いをしたりとかしています。まさにここのミッドタウンにある2121さんとは結構いろいろやっていて、まあ、初期の頃から、まあ、いくつかの展覧会の企画を一緒にやらせていただいたりとかしました。で、最近だと、ブランディングの仕事が多いんですけれども、しかも単純に CI という形でなんかロゴを作るとかそういう形じゃなくて、インナーブランディングとか、あとは企業博物館を企画して作っていくみたいなこともやってます。この真ん中の下にあるのは、ブリヂストンさんの企業博物館の仕事です。あとちょっと変わったところでは、これはですね、ワールドカップ、サッカーのワールドカップの招致をするためのプレゼンテーションのツールを作るみたいな、そういうちょっと珍しい仕事もやっています。で、今日の話はですね、この雑誌の話にこうなるんですけれども、この雑誌、先ほどその40年間こうやってるって言いましたけれども、その中の、まあ、1981年からずっと雑誌をやっていて、私自身は、アクシスができてから5年目に、入ったので、そこからずっとアートディレクターをやってるんですけれども、97年から2017年、その20年間がですね、このシリーズをやりました。このシリーズっていうのは、表紙にですね、世界のさまざまなデザイナークリエイターに登場いただいて、でそこでカバーインタビューをさせていただくというのを20年間やったんですね。全部で115組のデザイナーの方たちに登場いただきました。多分きっと今日ここにいらっしゃる方たちは割とデザインに興味がある方たちなのかなというふうに思うので、知ってる方もいるんじゃないかなと思うんですけれどもね。例えば、誰だろうな、一瀬三宅さんとか、それから安藤忠雄さんとか、から深澤直人さんとか、で日本人以外でも本当にさまざまな、誰だろうな、フランク・ゲイリーさんとかね、もう本当にジャンルを超えてさまざまなデザイナーの方に表紙になっていただきました。で、ですね、それをですね、ちょっと前に一冊の本にまとめたんですね。それがこの分厚い本です。後でここでお回ししますので見ていただければと思うんですけれども、どんな内容かっていうと、まあ、先ほど申し上げたように115組のデザイナーのインタビュー、本誌の時は結構長いインタビューだったんですけども、それをこうコンパクトにまとめたインタビューがこう出ているのと、あとはですね、最初の、25人は手の、表紙では顔のポートレートを撮ってるんですけども、手のポートレートっていうのを撮ったんですね。で、まあ、一番最初にこのシリーズを始める時に僕が考えたのは、まあ、どんなにこうデジタルな世界になっても、そのデザイナーの仕事ってやっぱり頭で考えて手で作るっていうのは基本だろうなと。そう思うと、そのそれぞれのクリエイターがどんな手をしているのかっていうのはちょっと見てみたかったんですね。それでその手を取らせてくださいっていうことで、後でちょっといくつか紹介するしますけれども、手のポートレートを撮りました。で、あとはですね、これらの写真をですね、実は一人のカメラマンでほとんど撮ってるんです。一組以外はこの筒井義明さんっていう方に撮っていただきました。まあ、20年間ですから、20年前っていうのは筒井さんも若くて、まあ、僕も若かったんですけれども、若手の筒井さんをですね、この人だったらいいかなと思って一緒にやるっていう形でやったんですけども、最初はですね、この左にあるようにフィルムで撮ってたんですね。まあ、当時ももうデジタルカメラはあってたんですけれども、あえてフィルムで撮ろうということで、フィルムの大判のカメラで撮ってて、まあ、最後の方はもうデジタルで撮ってて、でこれがアクシスのスタジオで、先ほど の六本木のイーグラカタージにあるところに5階に自分たちの写真スタジオを持っていて、ほぼ9割方そこに、その先ほどのこの人たちに
来ていただいて、そこで撮るということをやりました。でその時にですね、せっかく来ていただいて撮影をするんで、記念にサインをしてくださいっていうのを始めたんですね。でそのサインがここにこうあるんですけれども、これはですね、当初は別にこう公開する予定はなくて、まあ記念になんか書いてくださいぐらいの感じで始めたんです。でそれが、ただやってみるとですね、やっぱいろん後でこれもちょっと今日は多めに持ってきたんですけれども、お見せしようと思うんですけれども、クリエイターの方たちがなんかそう言われると、なんかすごく特徴的な絵を描く人もいるし、文章を描く人もいるし、なんか何にも描かない人もいるし、なんか貼っちゃう人もいるし、ですっごく面白いので、この本を作ろうと思った時にもう一回、その115組の方に、まあ、亡くなった方もいらっしゃるんですけど、その方、まあ、奥様とか財団の方に許可をいただいて、でここにはですね、そのこの本にはそのサインもですね全部掲載しました。結構面白いものがあります。これもちょっと後で紹介をしたいと思います。でそうですね、こういう感じでスタジオで撮影をして、もう最後のデジタルは僕もこの辺にこうちょっと映ってますけれども、こういうコンピューターですぐ見れるような形で撮影を しました。これは本当に一番最後の、バルミューダの、テロさんですねの撮影の時の風景です。でどんな風に撮っていったかっていうのを最初ちょっと見ていっていただこうと思うんですけれども、最初はこのシリーズがですね、割と色バックを特徴に、一号一号こう色が違うっていうのをアイデンティティにしようということで色バックで撮ってきました。これも今だったらもう加工で簡単にできるんですけれども、本当にバック紙、色のついたバック紙の前に立っていただいて、でなるべくフラットになるようにっていう特殊なライティングをして、さっきのフィルムカメラで撮っていくということをやりました。こんな感じで撮っていったんですけどもね、これ真ん中マーク・ニューソンですけれどもね、今だったら絶対こんな顔は出してくれないでしょうねっていうものですけれども、で次に、まあ、それでアイデンティティがこうある程度固まってきたの で次にやったのが、まあ、その人らしさを出そうということで、たまたまスタジオの隣に大きな会議室があって、でそこが光がすごくいい感じで入るので自然光で撮ろうと。でそうすると自然光で撮るとやっぱりどうしてもその本人らしさっていうのがすごくこうストレートに出てくるので、そういった撮影の手法で撮りました。これちょうど20年ぐらい前なんですけれども、吉岡徳仁さんとか前田ジョンさんとか、あとは深澤直人さんとか、深澤直人さんはここでも話されたんですよね。そう、みんな若いですよね。で同じ自然光で撮っても海外のデザイナーの方はですね結構強力で、なかなかすごいポートレートになるっていうことで、まあ、ここにいるのはリチャード・サッパーさんとか、あとはジェームス・ダイソンさん、それから、アンジェノ・マンジェロッティさんとか、まあ、なかなかこう特徴的なすごい顔の方ですね。それからその次のシリーズはですね、モノクロっていうのもやりました。モノクロのポートレートを撮るということでやったりとかもしましたね。で最後のから、ロケっていうのもあって、例えば、ヘルツォークさんが来た時にはちょうどプラダのビルを設計されてたので、そのプラダのビルに行ったりとか、一番こう右は、ですね、歴元純一さんですけれども、東大の研究室で撮らせていただいたりとか、あと真ん中は舎人さんの3人ですけれども、渋谷の、街中で撮るというようなことをやったりもしました。で最後の方になってくると、なんかいろいろなんか変わってきてですね、なんか物を持ってもらおうということで、一番左はですね落合陽一さんですけれども、これ2015年なんでまだそんなに落合さんがメディアにも出てなかった時なんで、ただその時に落合さんの紹介のされ方が、現代の魔法使いって言われてたんで、魔法使いだったらやっぱほうきじゃないのみたいな感じで、ね、落合さんにほうき持っていただけますかって言ったら、最初すっごい嫌がったんですね。なんでほうき持たなきゃいけないんですかって言って、で、まあ、でもちゃんと撮りますからって言って、ほうきを持った写真を撮ったらすごく良くて、落合さんかなり気に入って、これかなりいろんなメディアで使ってましたね。あとは真ん中はこれは丸部大地さんたちを撮ったんですけれども、ちょうど、パフュームの、ステージの演出で、ドローンを何台も飛ばしてるっていうのがあったんですけども、それは操作するんじゃなく人が操作するんじゃなくて、コンピューターで制御してセンサーでこう位置を決めてるっていうものだったんですけれども、それをスタジオの中でもう一回再現してもらって、これはちょうどこの2人の真ん中に制御されたドローンがここに止まるっていうようなことで撮ったりとか、あとは
一番右は寺尾さん、寺尾源さんですけれども、本誌の表紙では、バルミューダの、炊飯器を持っている写真なんですけれども、本人がミュージシャンということでギターを持ちたいということで、中の写真は本誌の中のは、ギターを持った写真とかを撮ってもらいました。で、他にもですね、この多摩デザインユニバーシティにも登場する方も、何人も撮っていて、先ほどの深田直人さんもそうなんですけれども、明日登壇されるのが、広村さんですよね。あとは中村優吾さんとか藤原大さんとかも話された方もいるし、あとですね、この、多摩デザインユニバーシティをの企画をした張本人ですねが話さないっていうことをさっき聞いたので、じゃあここで出してしまおうということで、そうですね、永井和文さん。で、永井さんはですね、ご存知の方も多いと思うんですけども、お父様が永井和正さんで、で唯一115組の中で、表紙に親子で登場するという写真を撮らせてもらいました。で、先ほどの手のポートレートなんですけども、これもなかなかさ申し上げたように結構やっぱり特徴的な手がで、左はソットサスさんの手、真ん中は、アンドレ・プットマンさんの手、右は、柳総理さんの手というものです。で、他にも、左はこれトマトの2人組でお金を奪い合ってるような形にしてほしいっていうんでこういうふうに撮ったりとか、真ん中は安藤忠雄さんで、元ボクサーっていう肩書きを持ってますので、やっぱり握り拳っていう感じで撮らせてもらったりとか、あと右は、ジャスパー・モリソンさんで、これ黒で撮るって決めてたんですね。でもだけどジャスパーはもう絶対白じゃなきゃだって言って一人だけなぜか白で撮るっていうことになったりとかして、で25人結構やっぱりこれ今思うと115組の全部手を取っとけば本当に面白いアーカイブになったなってちょっと後悔はしています。で、次がサイン帳ですね。サイン帳はですね、これも面白くて、左上はですね、柳総理さんがさらっと書いたサインですけども、やっぱりすごいなって。で、右はですね、ちょっと面白くて、これですけれども、安藤忠雄さんのサインなんですけれども、そのアクシスビルっていうのは、もともとは安藤さんが設計をしてたんです、実は。で、まあ、ある事情があって、安藤さんじゃない人に最終的には、もっとなんか安藤、なんかあんまり建築が立つような建物には しないでおこうということになったので、安藤さんじゃなくなるんですけれども、安藤さんの表紙撮影した時に当然覚えてるんで、このビルはこういうふうになるはずやったんやみたいな感じでザーッとか書いて、でそれがもう、階段が1階から5階までバーッてあって、わこれは商業ビルとしてはなかなか強力だなっていうふうに思ったのを覚えてます。左下はですね、中条正義さん、亡くなってしまったんですけれども、もうサラサラってなんか詩みたいのを書くんですけれども、この忘れちゃってイージー、思い出してクレイジーっていう、なんかもう中条さんらしいこう軽やかな文章をさらっと書いてくれたのがすごい印象的でした。で、右側がですね、これはジャン・ヌーベルさんで、先ほど言ったようにそのフィルムで撮ってるんで、ポラロイドを一枚一枚こう切っていくんですね。でそれをすごい面白がって、そのポラロイドをくれと、それを俺はどうしてもここに貼りたいんだって言って貼ったりしてくれました。この調子で話してるとなんかすごい時間が経っちゃいそうで今ちょっと不安なんですけれども、でももうちょっとサイン面白いんで少し話しますね。で、左上は伊藤豊さんなんですけれども、伊藤豊さんはさらっとこう、スケッチを書いたんです。で、面白かったのは伊藤さんの次の次がやっぱり建築家のレム・コールハルさんだったんですね。で、何を書くかなと思ったら、これちょっと読みにくいと思うんですけど、アフター伊藤The Best Place って書いてあって、やっぱり皆さん書くときに前にどんな人が書いたかっていうのを絶対見るんですよね。で、2つめくったら伊藤豊さんがあったんで、それがやっぱなんかなんかそういうのを見ると、その建築家の、まあ、2人とも巨匠同士ですけれども、その中でもなんかこう信仰があるんだなっていうのがこう分かって、すごく面白いなと思いました。左下は徳仁さん、吉岡徳仁さん、右下は深澤直人さんはなぜか絆創膏を貼るっていうすごい面白い深澤さんらしいサインを書いてくれました。ですね、他にも、あ、これがすごく面白かったのはですね、筒井って書いてますよね。これ誰が書いたかっていうと、エンゾマリです。まあ、知ってる方はもうデザイン界の巨匠で、すごいこういかついてたら失礼になりますけど怖い顔をしてる方で、で実はですね、エンゾマリさんその時に4時間遅れてきたんです。それで理由は関西でなんか仕事をしてたんだけど、それが伸びて
で僕らもう本当になんかもう来ないよねみたいな感じで思ってたら現れて、でカメラマン、その筒井さんと筒井義明さんに、あの前の名前は何て言うんだって言ったら、筒井ですって言って、そしたら筒井の漢字を書けって言うんですね。で筒井さん漢字を書いたら、それをその場で遠藤真理が漢字を、漢字なんて絶対書けないんですけれど、その場で書いたっていう、こう貴重な遠藤真理が書いた漢字っていうものですね。まあ、他にも本当にあのいろんなものがあるんですけれども、ちょっと飛ばしましょうか。でやっぱりあのインダストリアデザイナーの方たちはやっぱスケッチ書いてくれちゃうんですよね。貴重で、これ左は、ジョルジェット十字アロー、十字アローがもうその場で書いちゃうっていう、すごいと思ってみんな驚いちゃったんですけれども、左はクリス・バンゲルさんですね、そうだ、クリストフ・バンゲルさん、当時の BMW の、チーフデザイナー、左下は、山中俊二さん、うまいですよね。で右下はですね、デザイナーじゃないんですけれども、マーク・パーカーさんって言って、当時のナイキの、社長が何か書いてくれるっていう感じで、すごく面白かったです。あとこれはなんか昨日これ資料を作ってる時に、日本のグラフィックデザイナーを集めてみましたっていう感じなんですけれども、佐藤拓さん、これが原健也さん、右がで佐藤柏さん、笠井香織さん、みんなそれぞれらしいなと思って、笠井さんだけ 何書いてるか分かんないですよね、これきっとみんな。で笠井さんはその時にすごい面白いことを言ってくれて、自分は特技として裏側で反対側の文字が書けるんだって言って、だから裏側で反対側から見ると読める文字を書きますって言って、その場で書いてくれた文字がこれでした。すごくデザイナーじゃない人たちっていうのも、なんで、まあ、広い意味ではまあデザイナーと呼んでもいいんですけど、あ、なんか引っかかっちゃった、ちょっと待ってください。あ、やばい、あ、大丈夫、よかった。左上ですね、MIT の石井博さんですね。それから右上は、やっぱりその当時は MIT にいたのかな、伊藤浄一さん、浄一さんで、左下は、永田さん、環境系のデザインをやってますね。それから右は落合陽一さんという形で、なんかコンセプトをしっかり書いてくれる方もいました。本当にあのいろんなね、あの中丸優吾さんはね、なんかすごくお茶目にこういう握手するとか書いてくれたりとか、それから、佐藤大樹さんとかはこういうふうに書いてくれたりとかしました。で、最後にこれ、あのその場で書いてくれる人と持って帰ってもいいですかっていう人もいるんですね。やっぱだん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 こう見ていくとすごいのがあるんで、ちょっとこの場じゃ無理ですって言って、持って帰ってもいいですかって言って書いてくれたミナペルホネンの皆川さんがこれなんですけれども、ここで見るとなんかよくわかんないんですけど、これだけ大きくしてすっごい綺麗なスケッチをですね、ボールペンだけで書いてくれて、うわ、これだけでもうやっぱ皆川さんの作品だなというふうに思っていました。で、まあ、あのこのこれだけあの長いこと20年間もやったので、最後に古典なアクシスにはギャラリーが先ほどあるっていうふうに申し上げたんですけども、そこで展覧会をやって、今さっきのサインをですね、巨大な10メーターの テーブルを作って、そこに UV 印刷でするっていうような形の展覧会をやったりしました。でまだ前段なんですよ皆さんそれで、この今日は、まあ、この人たちの話をこうしていくんですけれども、でタイトルが過去のトップデザイナーの言葉から未来は見えるかっていうふうにしたんですけれども、でも皆さん未来なんて見えませんよねってみんな思ってると思うんですよ。僕もそう思います。なんでこのタイトルはですね、その、このなんか最初に未来のことを語ってくださいみたいなことを言われたので、ついなんか勢いでつけちゃったんですけれども、今日の話はですね、まあ、未来が見えるかっていうよりは、まあ、先ほど申し上げたように、その20年間はその僕はアートディレクターとして、その撮影にももちろん全部立ち会いましたし、インタビューにも立ち会って、で、まあ、インタビュアーは編集部の、ちゃんとした編集者がやるんですけれども、まあ、そこの場にいると僕もデザイナーなんで、いろんな話ができるんです。でそこで何か学んだことみたいなものをお話していこうかなと思います。で、まあ、それが何か皆様にとってこう未来へのヒントになればいいかなっていう内容です。で、あ、でもう一つまだ前段が続きます。
デザインの潮流の変化が分かるっていうのは、まあ、これだけやってくるとデザインの潮流の変化はやっぱなんとなくこの表紙に出てくるんですね。っていうのもやっぱりデザイン雑誌の編集者が今割とこう旬というか来てるというかこの人だなっていう人を選びますので、そうするとその中にはなんかこう大きな流れが見えるんですね。例えばここで言うと最初の方のに登場したデザイナーの方、こう4人並べてみたんですけれども、あ、ごめんなさい、その前に世の中でこう物のデザインから事のデザインってよく言われてますよね。でそれがなんとなく分かるのはこの4人で、左はちょっとなんか、かなり前の写真なんで分からないかもしれないんですけれども、アップルのずっとデザインをやっていたジョナサン・アイブさん、それからだからプロダクトデザインですよね。真ん中はもう誰でも分かる、三宅一生さん、ファッションデザイナー、世界的なファッションデザイナー、その次は建築家の安藤忠雄さん、もう本当に世界的な建築家ですよ、ね、で一番右は、グラフィックデザイナーの佐藤拓さん。でこれらの人たちがやっているデザインって、まあ、割とこう物のデザインってこう呼ばれることが多いんですね。実際に何か作るんで、で後半に登場してきた方たち、まあ、もちろんしっかり物のデザインを作っている方たちもいたんですけれども、ちょっと4人挙げてみて、一番左がさっき少しお話ししましたけれども MIT の石井博さんで、まあ、デジタル情報に、直接手で触れられるインターフェースの開発をされた方で、タンジブルビットとか、やられてた方ですよね。で1個飛ばして右はオランダのデザイナーのマライ・ホーゲルサンクさん、食べるものをデザインするんじゃなくて食べることを対象に食の体験をデザインするっていう取り組みをされている方ですね。1個戻ると問題の解決、デザインよく問題を課題を解決することがデザインの役割って言われるんですけれども、問題の解決ではなくて問いを想像することで未来を考えるっていうデザインを、提唱していた、RCA のアンソニー・ダンさんとヒョナ・レビーさんですね。で右はさっき少し話をしましたけれども、バルミューダの、寺尾さんで、寺尾さんは物を作ってるんですけれども家電製品を作ってるんで、ただ寺尾さん自身は家電という道具を通して心躍るような素晴らしい体験を自分はデザインしてるんだっていつもおっしゃってました。でそう考えると例えばタンジブルユーザーインターフェースとか、最近では、スペキュラティブデザイン、先ほどのこういったことはスペキュラティブデザインって呼ばれてますけれども、そういったものとかイーティングデザインとか体験とかビジネスをデザインするとか、世の中でなんかそういったことがことのデザインってこう呼ばれるようになってきましたと。で、これはだからこうもののデザインからことのデザインっていうふうにこうよく言われてると思うんですけれども、実際にこれはですね、第4次産業革命とデザインの役割っていう、論文で高野隆さんが書かれたもので、ここは詳しくは今日は説明しないんですけれども、産業によって特に産業革命によってこうデザインがこうハードウェアが生まれて、そこにエレクトロニクスが加わってっていう形でどん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 ソフトウェアが加わってとか、でインターネットの時代になって、ソフトウェアネットワークサービスみたいなものが生まれてきて、そうするとデザインシンキングみたいなものとかデザインエンジニアリングみたいなものが生まれてきて、でまた IoT の時代になってハードウェアとかエレクトロニクスっていうのが注目されて、そこに今はデータとか AI とか、まあ、大きな流れとしては確かに物のデザインにプラスこと系のデザインというのはこう加わっているのは事実なんですね。だけど私自身はなんか物のデザインからことのデザインにこう移行しているんじゃなくて加わっているんだろうなっていうふうには思っています。でなんかそれがなんか社会のデザインって書いたのは、私自身は今多摩美術大学では社会デザイン領域っていうところで学生に対して環境問題とか社会課題に対してデザインでどんな解決ができるかということをテーマに授業をやってる部分もあるんですけれども、もう少し社会のデザインって考えるとなんか広い、単純に社会課題のデザインだけじゃなくて全てがもう社会のデザイン、物とことっていうことで考えるとなんかいろんな広いデザインが考えられるのかなというふうに思っています。でそこで今回の疑問なんですけど、まあ、過去のトップデザイナーたちは本当に単純に物だけを作ってたんだろうかっていう僕は疑問を持ったんですね。本当にそうだったのかっていう、なんかそんな単純になものじゃなかったんじゃないかなっていうことで、まあ、過去のインタビューを読み返したりとか当時のことを思い出したりして、今日はお話をしていこうかなと。
なのでデザイナーたちから私自身の学んだこと、未来へのヒントという形で話していきたいと思います。ちょうど30分で、前段で30分使ってしまったという形ですね。でここからが本当は本番なんですけれども、何人かのデザイナーについて語ります。表紙に出てきいただいた人もいるし、そこから派生した話もします。で、1人目です。ソトサスさん、この、これにもなってるんですけれども、この表紙にもなってる方ですけれども、先ほど申し上げたように、97年にですね、表紙をリニューアルしようと、でポートレートシリーズにしようということまでは決まったんですけれども、一番最初に出てもらう人は重要だなと思ったんですよ。で、すごい考えて、でソトサスに出てもらったらいいなっていうことを考えてたら、ちょうど来日したんですね。で、ソツサスさんのことを、知らない方もいらっしゃると思うので、オーストラリア生まれで、さまざまなものをデザインしてますけれども、ちょっと代表的なものとしては、このタイプライターですね、オリベッティの赤いタイプライター、それから後半にポストモダンでさまざまなデザインをするんですけれども、これが本棚に見えるかっていう感じはしますけれども、こういう本棚を作ったりとかしてます。で、実はですね、表紙は97年に変わるんですけれども、アクシスができた時で、その時は私はアクシスにはいないんですけども、一番最初の展覧会でソツサスの展覧会をやってるんです。来日してもらって、ポストモダンの展覧会、メミスというグループを作ってた時にその展覧会をやってもらいました。で、それもあってっていうのもあるんですけれども、なんでソツサスに表紙になってもらいたいかっていうと、他のデザイナーからすっごいリスペクトされてたんですね。ソツサスってなんかこうデザイン界の中で、なんていうのかな、新しいことをやるんだけれども、それが自分のためだけじゃなくて、なんかデザイン界をすごくこう新しい方向に導くんだっていう思いがあって、でそういうことに対して共鳴する人が多かったんですね。なんできっとこの雑誌のリニューアルをソツサスが1号目に、表紙をやりましたって言ったら、次の人からは断れないんじゃないかなっていうちょっとなんかそういう思惑もあって出てもらったりもしました。で、これ長く話してると本当に時間なくなりそうなんですけれども、これは中のね、卒たちの文章です。なんかちょっと読んでみますね。私は子どもの頃山で暮らしていたので、重さの感覚というのがすごくあると。山は重い、おそらく海で育った人には海は重いという感覚はないでしょうと。私がデザインする上で重さというのは非常に重要ですと。例えば近代の建築家はなるべく軽く浮くような建築を目指してきたのですが、私は全く逆ですと。重さを感じるデザインをやってきましたし、これからもそうしたいのですと。地面にしっかりと足をつけてね。だから女性を好きになるとまず抱き上げて重さを確かめるのですと。最後はなんかお茶目なところが出てますけれども、でもなんかすごい、なんていうのかな、ソツサスを調べれば調べるほど、すごくもともとすごく自然豊かなところで育っていて、でそういったものをすごい大事にしている人だったんですね。なんで、こういう文章を書いたのかなと。それでサインに書いてくれた言葉がすごく印象的だったんですね。これが、最初のベストウィッシーズフォーザニュースーパーアクシスっていうのは、おめでとうって言ってくれてるんですけども、その後のこのプリーズプロテクトデザイン、ノットインダストリー、ノットコマース、ノットオンリーマネー、プリーズプロテクトソリティード、ミステリー、カーム、アンノーン、ポエティ、ライフ、ラブエットオレ。この時80歳なんですけれども、もうラブエットレって書いちゃうところがもうすごいなと思ったんですね。で、ここにあるようにデザインを守ってくださいって言ってるんですね。それは産業でも、商業でもお金のためでもありませんと。孤独で、謎に満ちて穏やかで、未知で、詩的な人生そのものなのですっていうふうにこう言ってくれていて、で最後のメッセージとしてですね、ソッツタスはそのインタビューでこんなことを言ってました。消費文化の片棒を担ぐデザインをやめました。これ24年前とかにソッツタスが言っている言葉です。だから経済成長もうすっごい時ですよね。そんな時に、でも今これを誰かが言ったらその通りだよねってみんな思うと思うんです。もう経済回すためだけにデザインってあるもんじゃないよねって誰もが思ってるし、でもソッツタスもその時から予言してるかっていうか、もうなんか分かってたっていう感じで、なんかその時のインタビューでもそのデザインの価値について、その、機能的な価値、ファンクショナルのバリューとエコノミカルのバリュー、経済的な価値、
いい機能を適正な価格で、でそれを愛着を持ってもらえるようにエモーショナルなバリュー、情緒的な価値が必要だと言ってるし、で最後に言ってるのがもうその当時でもそのソーシャルバリューっていう形で社会的な価値を生み出すことがデザインの役割だってこう本人が思ってるんですね。でなんか今読み返してみるとこうもう完全に物だけ作ってる人じゃないよねっていうすごくやっぱ深い思想のもとに作ってたんだと。だからなんかそういうところから学ぶものは多いんだろうなというふうに思います。で今日はなんか一つずつなんか僕が学んだことを皆さんにお伝えしていこうと思うんですけれども、そこでなんか思ったのはデザインの答えは一つじゃないっていうことを僕が考えたことで、なんか割とこう一つにこうなってっちゃうものってあると思うんですよね。何か機能を追いかけるとか定格を追いかけるとか、でもそうじゃないんだっていうことをなんかソーツタスはいろんな方法で伝えたかったのかなっていうふうに思いました。二人目です。アンドレ・プットマン、まあ、ソーツタスも亡くなってますけれどもプットマンさんも亡くなってます。で一番最初にソーツタスに表紙になってもらった時に次何人か男性が続いたんですけども絶対女性をもう早めに入れたいと思ってて誰がいいだろうっていうふうに思ってて、まあ、プットマンいいなと思ってたんですけどたらなんかこう私引く力があるのかちょうど来日するっていうことがありましてでお願いしたんですね。でも先ほど申し上げたように、まあ、ポートレートは撮らせてくれるだろうと、だけども手の、ポートレートというか手の写真も撮らせてもらえるかっていうふうのがすごい悩みながら依頼をしました。当時もう72歳でしたね彼女は。でただ僕らはそうですね、プットマンさんのことを少しだけ紹介しておくとフランス生まれの、すごくいろんなことをやってた方で 今でこそそのマルチな活動をしてるっていうかそのデザイナーの方はいっぱいいると思うんですけれども、当時から、まあ、作曲家でありジャーナリストでありそれからインテリアもやってたのかな、それからそうインテリアの リプロダクトみたいなことをアイリングレーンのリプロダクトとかもやってたんですよね。なのでホテルの仕事とかもやってるしかなりいろんな幅広く活動してる方でした。まあ、こんな仕事ですね。それで僕そのプットマンさんの仕事の中でも特に好きなのがこのリュールバッグっていうこのソファーのなんですけれども、これ本人に説明してもらった時にここに滑車ついてますよね、前だけ後ろはついてないんですよ。これ何のためにあるかっていうと、これはこれこっちもソファーなんですけども ここに取っ手がついてて反対側にも取っ手がついてるんですね。前には滑車がこうついて、何のためにあるんですかって聞いた時に、まあ、動かすためだろうっていうのは誰でも分かるんですけれども、その動かすためっていうのが女性が一人で簡単そうに動かせるっていうのが彼女のデザインだったんですね。だからこうしてここ前でここで持ってでスーッと動くと、でその立ち姿がエレガントじゃなきゃいけないって彼女は言うんですね。だからなんか単純に動かすとかいう話じゃなくて、で彼女が考えているのはそういったところまでのデザインなんですね。だから逆になんかユーザビリティを逆に僕は超えてるぞって思っちゃうぐらいで、そんなものでした。で、さっきのスタジオに入った時もそうなんですけれども、このポーズっていうのは普通はそんなに撮られ慣れてる人じゃない、芸能人じゃないんで、僕らが割とポーズングとかをするんですね。でこういうスタイルで立ってください、ここにこうこんな向きで立ってくださいとか。でプットマンはもうそのスタジオに来てで写真撮りますって言った時にこうホリゾントっていうところにスタスタスタってこう歩いてって撮りなさいっていう感じでこのポーズをしたんですね。僕らは筒井さんともう押すしかないよねみたいな感じで押すっていう状態だったんですね。でいや本当美しいなと思って、その立ち姿が美しいなと思ったのが印象的で、で次に、まあ、手のポートレートですよね。でもう見てたらシミだらけなのは分かってるし、こう恐る恐るその黒い布の上にこう手を出して撮りたいんですって言ったら撮りなさいっていう感じでこう出すんですよ。でもこれもまあ写真見ていただいて分かるようにシミは確かにありますけどめちゃくちゃ美しいんですよ。爪はきれいに塗ってるし、でアクセサリーは全部自分でデザインした指輪と、ブレスレットつけて、だからなんかこうシミとかじゃないんだなっていうか、本当になんかそういうのをまざまざとこう見たっていう感じですね。でその時に彼女が言ってた言葉が、どんなものでもラグジュアリー足りえますと、ただしそこに確固としたスタイルがなくてはいけませんと、
主張や考え方がないものはスタイルと呼べないのですと。でアンドレ・プットマンはそう言ったんですね。で僕はその時なんか思ったのは、あ、これがそのプットマンが書いたあのサインです。なんか文字もすごく綺麗で、なんかすごく面白い。フランス語だからもう読めなかったんですけれども、後で訳してもらったら、最新の素敵なデザインはいくつかのシリアスな、なんて書いてあるんだろう、問題と少しだけひねくめいたジョークが合わさっているものですっていう、なんかすごくいい言葉だなと思ってそういうものを書いてくれました。でその時だから僕が思ったのは、なんかデザインっていうのはなんかある意味その人そのものなんだなと。なんかどんなにこう技術的にうまくなったりとかしても、なんかやっぱ人が出ちゃうんだというので、なんかそういうのすごく感じたものでした。で3人目にの話になります。フィリップ・スタルクです。まあ、当時かなりフィリップ・スタルクは今でも活躍してますけれども、いろんなものを作ってましたけれども、ですね、ちょっとこれを話してると長くなるのでちょっと飛ばしていきますね。まあでもフランスのデザイナーで、まあ様々なものを作ってた方です。一時はなんかセブンイレブンのプロダクトまで作ってるっていうあのこともやってましたね。で多分皆さん印象に残ってるのはこの2つのプロダクトで、何かって聞かれて、なんかアクシスでは実はあの右のこれこっちに関しては、あ、わざとなんか一般の方にこれは何ですかっていうアンケートを取ったシリーズをやったんですけども、ほい、どんなものが出てきて、椅子っていう人とか、なんか一番おかしかったのはマキビシって言った人がいて、なんでこれがマキビシに見えるのか分かんないですけれども、まあ皆さんも多分知ってると思うんですけれども、左は東橋の朝日ビールのホールですね。右はレモン絞り機で、まあ、このレモン絞り機は、ドン・ノーマンのエモーショナルデザインという本の表紙にもなったので、まあ、今は知ってる人も多いと思うんですけれども、まあ、当時出た時はこんなものがあって結構批判する人もいたし、結構両極だったんですね。で僕も買いました。でレモン絞りました。持ってる方分かると思うんですけど、レモン実はめちゃくちゃよく絞れるんですよ。でだけどグレープフルーツ全く絞れないんですで、まあ、それでいいじゃんと思ったのと、僕はこれは少なくとも捨ててないんですよ。あのそこが大事だなと思って、まあ、最近だとその僕もそのさっきあの大学でその、社会環境系のデザインをしているので 3R とか 5R とかそういうことをこう学生たちとやるんですけれども、なんかどうしてもデザインってなんか物を作らなきゃいけないんで、それがゴミになる可能性は絶対あると思うんですね。でなんかそういうことをでもスタルクはすごい高いレベルで考えてたのかなっていうふうには今は思ってます。でなんか教育のことについて聞いた時には、なんかスタルクはこんなふうに語ってました。デザインの教育は受けてませんし、学校から一つも学んだことはありませんと、ただ自分がどれだけ集中できるかを学び、人々に喜びと幸福を与えたいと欲した瞬間、誰もがクリエイターになれるんですと。なんかすごくなんか自分の感性だけで作ってるのかなと思うと、そうじゃなくて意外となんか人に喜びを与えたいっていう思いがすごく強くて、なんかそれがああいう形になるのかなと思いました。彼が書いたサインはこれです。点だけこうピッピッて書いて、で一番下に Tomorrow will be less って書いてあって、明日はさらに少なくっていうことを書いたんですね。で最近のフィリップ・スタルクは本当にフィリップ・スタルク自身もすごく環境系の活動とかもすごくしてるんですけれども、まあ、その時考えたことはなるべくゴミを作らないと、まあ、さっき申し上げたように作る、どうしても作る可能性はあるんですね。なんか我々デザイナーはだけど、さっきのスタルク あのレモン絞り機が僕にとってはゴミにはなってないんですね。今でもそれが使わなくなっても飾ってられるっていう、なんかそういったものを作り切る力みたいなのがやっぱデザイナーには必要なんじゃないかなっていうのをつくづくなんかスタルクからこう学んだことです。4人目、八木保さんです。ここで日本人が登場しましたが、でも八木さんはまあご存知の方も多いと思うんですけれども、今ロサンゼルスで活動されていて、その前はサンフランシスコにずっとアトリエがありました。で八木さんは実はそのさっきアクシスの話をしましたけども、アクシスの初代のアートディレクターなんですね。で僕が2代目なんで、八木さんから引き継ぐ形でアクシスの雑誌とかいろんなお店とかをこうやってったんですけれども、その関係でこう八木さんからはいろいろ重なってはいないんですけれども、
よくなんかサンフランシスコのオフィスに遊びに行かせてもらって、いろんなものを見せてもらったりとか、いろいろお話を聞かせてもらいました。八木さんがすごくの、まあ、世に出たというか、すごく注目されたのは、左のエスプリっていうブランド、ダグラス・トンプキンスさんっていう、後にノースフェイスを作る方なんですけれども、その前にエスプリっていうファッションブランドを、やってた方 で、その方のところ、その方にこう、アメリカに来ないかって言われて、向こうに行ってアートディレクションの仕事をするんですけれども、でなんかそれすごく八木さんらしい色とスタイリングを本当にやっていくんですけれども、そのダグラス・トンプキンスが実は、スティーブ・ジョブスとすごく知り合いだったんですね。それでエスプリのデザインがスティーブ・ジョブスはすごく気に入ってたんですね。それで、ダグにスティーブ・ジョブスから、そのデザイン誰がやってるんだっていうんで、タモツ・ヤギですっていう話で、そしたらタモツ・ヤギに、これからアップルで新しいショップを展開していくんだと。でそれのグラフィックデザイナーにショップのデザインをお願いできないかっていうんで、八木さんのところに連絡が来て、で八木さんは、植木寛司さんというインテリアデザイナーと一緒に、アップルの、デザイン、アップルのショップのデザインをやるんですね。でその時の話がすごく面白くて、なんか普通模型とか作るんですよね。だけれどもスティーブ・ジョブスは本物じゃなきゃ分かんないって言って、巨大な体育館みたいなところに原寸大のもうショップ作って、そこでなんかこうプレゼンをするとか言ってました。それで一番なんかジョブスに刺さったのは、なんかその前の事前のプレゼンの時に、大人の目線でのウォークスルーと子どもの目線でのウォークスルーっていうのを同時にプレゼンして、でそれがすごいなんかジョブスに刺さったって言ってて、なんかすごく分かるような気ましたね。で結局最終的にはその、全部のショップじゃなくて、ジーニアスバーっていう部分の、ところに今は少し残ってるんですけれども、まあ、そういう仕事をされたりしました。でも他にもいろんな仕事されてるんですね。で八木さんはすごくなんか素材を大事にする人で、いくつか僕も一緒に仕事をさせてもらったんですけれども、なんだろうな、マニュアルを作るんでも、なんか CI マニュアルみたいなものを作るんでも、なんかとはこれ左がアンタイドルの CI マニュアルなんですけども、なんかこういう感じっていう、なんかルールが決まってるんじゃなくて、この方向で他の人たちも自分のベースにデザインをやるときに、その人たちもクリエイターだから、その人たちを刺激するようなものを作るんですね。だからなんかこうルールで縛るんじゃなくて、一緒にデザインするっていうときに、なんかそういった関係っていうのをすごくうまく作れる人だなっていうふうに思って、すごく勉強になったのを覚えてます。で僕が一緒にやったのはこの、エピステームっていう基礎化粧品の、プロジェクトで、これをなんかアクシスと八木さんと一緒にやらせてもらったんですけれども、なんかそんなにバジェットがある仕事じゃなかったんで、ボトル自体をデザインするっていうのはちょっ と量産から言っても無理でしょう、キャップだけデザインできますよみたいな時に、じゃあどうしましょうっていうずっと話してて、そのキャップに特徴を持たせようっていうことで、いろいろ八木さんと話した時に、そのクリームを撫でた感じみたいなのを出したいんだって。で、まあ、僕とうちのグラフィックとプロダクトのデザイナーで、まあ、CG でサンプルとかこう作ったりとかしていくんですけれども、いや違うよねって言って、で紙粘土をたまたま来日した時にね、なんかそういうこちらでプレゼンをしたら、宮崎さん紙粘土買ってきてくれるかなみたいなことから始まって、で何をやると思ったら、もうやたらこういうものをですね作っていくと。で自分でいい感じになるまでこうやって、でそれを試さないとなんかダメみたいなので、なんかあそうだよなっていう感じで、でできた。でそこからはまあもちろんデジタルに起こしていくんですけれども、でこういったものを作って、で八木さんの頭の中ではこれが回ることもイメージしてるんですね。だから実際これ回してみると、すごく気持ちいい感じでカランカランって音とともに、そのクリームを撫でてる感じがクロッて回るっていうのが、本当に触ってる感じにこう回っていくっていうのを、なんか自分の手で考えてるっていうところがなんかすごいなと思って、なんか一緒に仕事させてもらってよかったなと思ってます。で八木さんから顔を学んだものは本物に触れるっていうふうに書いたんですけども、これの話はですねこの後に出てくるんですが、まあ、八木さん の事務所には何度か行ってですね、でそこで、こういうものを見せられたんですね。八木さんってすごく、いろんなものをコレクションされてる方なんです。ジャンプルーベの椅子のコレクターでもあるし、
現代美術のコレクターでもあるんで、あのアトリエにリチャード・ロングという現代美術家の作品があの本当にそのまま普通に置いてあるんですね。でそれがなんかあまりにも普通に置いてあるんで、なんか飼ってる犬があの木の木片がこうやっていっぱい並んで丸になってる作品なんですけれども、ここないですよねって言ったら、さっきあのワンちゃんの名前忘れたけどが持ってっちゃったんだよって言ってそのぐらいなんか平気で本物を普通になんか生活の中に置かれてる人 でこれは作ったのはこの2人です。チャールズ・イームズとレイ・イームズ、この人たちはアクシスの表紙にはなっていません。なぜかというと、もうアクシスのには表紙のを作るときにはもう他界されてたからなんですけれども、当時サンフランシスコに行くと、なんかあの街でその古い家具とかを八木さんがこう見に行くんで、宮崎君一緒に行こうよって言って、イームズの家具とか本当に安く売ってる時代だったんですね。でさっきのは、実はあのこの、イームズが作ったレッグスプリントっていう、まあ、あの第二次世界大戦の時に足の骨が折れた時に添え木を作ってるっていうもので、でこれ八木さんコレクターとしてすごいなと思ったのは、これをどうやって宮崎さんこれどうやって戦地まで運んだと思うって言って、段ボールですかねって言ったら、こうスタックするんだよって言って、全部成形合板だから全部同じ形ですよね。でこれを薄いパラフィン紙みたいな紙に衛生上もあるのでこう包んで、それがスタックされて、でそれをいくつか固めてこう送るようにイームズたちはそこまでデザインしてるんだよって言って、で八木さんすごいのはそのまだ開けてないものをコレクションしてるんですよねすごいなと思ったんですけれども、でまあイームズの話も聞いて、なんかそうなんですよね、当時なんかこういうのもね、本当になんかあの結構街場で売られてて、絶対宮崎さん買った方がいいよとか言われたんですけどね。まあイームズは本当にちょっとイームズの話を少ししようと思うんですけれども、まあ本当になんか面白い。例えばこのハングイットオールっていうコート掛けで、これとかってなんか色がこうどこに何の色を決めるっていうふうに書かれてるわけじゃなくて、工場でそれを詰め合わせる人が一番あなたが好きにいい感じでその入れてくださいっていうような指示書があるだけなんです。だからその人たちも楽しんでこうできるっていう。でただその元の色はイームズたちが決めてるんで、どれを組み合わせてもある程度きれいになるようになってるっていう作り方自体を作ってるっていう。だからここでもなんかもう物を作ってるんじゃなくて、物を作る人たちの楽しみまでデザインしてるみたいなことをやってるんだと。で、さっきの、ソートサスのところで言うの忘れましたけれども、タイプライターって当時はハイテクノロジーなんですよ。でこれも例えばこれも成形合板ですよね、圧縮して、木で形を作るっていう。あとはプラスチックとか、でもこれも当時のハイテクノロジーなんですよね。だからなんか例えば彼らが今現代に生きてたら、あの産業革命のこの下の方でにいたら、なんかやっぱりなんかきっと面白いことは絶対やってるんだろうなって思って、なんか単純にさっき言ったように物だけを作ってたわけじゃないなっていうのはすごく思います。でイームズはですね、実はアクシスでこういう展覧会をやりました。イームズの100のビジュアルと100の言葉っていう展覧会です。これアクシスギャラリーで、ここに100枚のイームズたちの写真があって、この裏側に言葉があるんですね。でそれをまとめたのがこの本なんですけれども、その中で僕一個だけすごく気になった言葉があったんですね。はじめに細かい部分一つ一つに注目し、次にそれより少し大きな部分を眺めてみると、それからさらに、枠を広げて見てみることを示唆したのはエリエル・サーリネンだった。エリエル・サーリネンというのは僕も、まあ、フィンランドの建築家だって言ってたんですけれども、イームズとどういう関係があるんだろうなって思ったんですよね。で調べていくと、エリエル・サーリネンがより大きな背景を意識してデザインしよう、椅子は部屋の中に、部屋は家の中に、家は周りの環境の中に、その環境は都市計画の中にあると考えようっていう言葉を残してたんですね。でそういう言葉をイームズは聞いたよと。でもっと調べていくと、なんで、サーリネンとつながるかっていうと、サーリネンの息子がイームズと同世代で、でサーリネンはそのクランブルックアカデミーっていうあの美術大学で校長をやってるんですけれども、そこの研究生で、そこの、にいたのがあの学生としていたのがサーリネンで、そこの研究生にイームズが、チャールズ・イームズが入って、で友達になって、でそこでレイが現れて、
で実はそこの学校っていうのは他にも、ノルインターナショナルのノルさんとかなんか本当にミッドセンチュリーの、あの家具を作ってる人たちがこうみんなごそごそいるんですね。でなんか大学ってそういうとこなんだと思ってすごくいいなと思ったんですね。だから今の多摩美でもなんか 僕なんか学生見てるとなんかあこの子たちがなんかもう次の時代作るなっていう感じがしててなんかその大学の良さってあこういうことかと思ったちょっと余談ですけれども。でさっきの話に戻ります、まあ、こういうのを若い時に聞いたっていうことなんですけれども、まあ、こういうことですね。部屋は椅子の中に部屋は家の中にっていうだん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 広いところにある。でこれでなんかみんな気づくことはありませんかっていう気がするんですけれども、これは皆さん多分知ってる方も多いと思うんですけど、パワーズオブテンっていう飯塚最晩年に作った映像ですっごいズームしていく映像、もう時間がほとんどなくなってきてるんで説明は省きますけれども、でもこれって実はなんかこの言葉にすごく触発されて作ったんじゃないかなって僕は思ったんです。でこれはあのイームズには聞けることもできないし、僕のあのなんだろうな、予想というか考えなんですけれども、でもなんかそういうこう大きな流れの中でサーリネンがいて、でイームズがいて、で、でパワーズオブテンが できて、で絶対 Google Earth はパワーズオブテンがを下敷きにしてると思うんですね。なんでなんかそういう、こう時代の大きな流れの中にこう新しいクリエイティブっていうのは生まれていくんじゃないかなっていうふうに思いました。はい。でイームズから学んだことはもう本当にデザインを楽しむっていうことですね。なんか楽しんでないとやっぱ伝わらないんだなっていうふうに思いました。そしてですね、もう今14時56分になってしまったのでどうしましょうか。これ以上話してると多分もうすごい長くなっちゃうんですけれども、もう一人本当はリチャード・ソル・ワーマンという人の話をしようと思ったんですけれどもね、皆さん5分ちょっとすっごい短めにしますね。なんかこれリチャード・ソル・ワーマンはこの人も表紙には出てないんです。ただ、この人はですね、テッドって多分皆さんこう見たこともあると思うんですけれども、テッドの創始者なんですね。ただ今のテッドとは違ってテクノロジーエンターテインメントデザインっていう会議を、国際会議をやってた、創始者した考えたで実際にやってた人です。アクセスプレスっていう出版社を持ってて、自分を情報建築家って呼んでたんですね。でなんでこの人 話をしたかっていうと、僕自身がそのアクセスで、アクセスが10周年の時になんか展覧会を企画しなきゃいけなくなって、でこの展覧会を企画してリチャード・ソール・ワーマンにもサンフランシスコにいたんですけれども会いに行って、で一緒にやった。でその時はその今までのもののデザインから僕は、まあ、ことっていうよりは情報のデザインっていうものにがすごく大事になっていくんだろうなっていうふうに思ってたんです。でそういう展覧会をやりました。でその時に、まあ、その雑誌でも取り上げるんですけれども、そのきっかけとなったのはこの情報選択の時代っていう一冊の本です。日本では松岡聖剛さんっていう人が、松岡聖剛さんが翻訳されてますけれども、これ松岡さんが情報選択の時代というふうに訳されて、で現代はインフォメーションアンザイティ、アンザイティは不安症という意味ですね。情報不安症っていう、今だとすごくスッと入ってくる言葉ですけれども、当時ワーマンは情報がもう爆発的に爆発するに増えていくということを予想していて、それに対してこう不安になる人たちが増えるんじゃないかというのを予想してたんですね。インターネット前の時代って話です。でこの本を書いて、でこの本にはですね、本当にさまざまな示唆的な言葉があるので、ちょっとその言葉だけ少し紹介していきます。私が子供の頃父はこう教えてくれたと、ブリタニカ百科事典の中身を暗記する必要はないと、そこに何が書かれているのかを見つけ出す方法を見つければいいんだと。でこれもう情報にアクセスするってことがこれから重要になるよっていう、まあ、ある意味もう検索努力もそうかもしれませんし、まあ、そういうことを予想してたって人ですね。情報デザインのゴールはユーザーに力を与えることである、まあ、当時情報デザインというのがここどんどん出てきたんですけど、ただ整理するだけなの、何なのこれっていう時に、いやそうすることによってユーザーに力を与えるっていうことをなんかスパッてこう明快に言っていました。情報をクリエイティブに組み替えればそこにまた新しい情報が生まれると、まあ、これは現代ではデータとインフォメーションというのをすごく分けて言ってるんですけれども、まあ、本当に組み替えると新しい情報が生まれるよということを言ったりして、
情報の構造は伝えようとする内容から独り手に浮かび上がってくるものだ。まあ、この頃僕は情報のデザインというのをこう真剣にやろうと思ってたので、なんか本当にこの一つ一つの言葉からいろんなものを読み取って、なんか情報デザインをやっていたように思います。すべての情報が解釈であることを認めよう。そうすれば束縛を解かれ、物事を自分に役立つように理解できる、うん、学習とは何に関心があるのかを忘れないでいることであると。これもなんか素晴らしい言葉ですね。で、情報は無限かもしれないが、それを構造化する方法は無限ではないと。これが一番多分リチャード・ソールワーマンの有名な言葉で、まあ、知ってる方も多いと思うんですけれども、それを分ける方法をラッチと言いました、彼は。で、それは情報っていうものは無限にあるようなんだけれども、それを分ける方法っていうのが、構造化する方法っていうのがこれだけあるよと。で、それが究極の5つの帽子掛けって言ったんですけれども、1で分ける、まあ、これはマップがそうですよね。アルファベティカルに分ける、それから時間順に並べる、それから分野ごとに分ける、それから大きいものから小さいものみたいな階層に分けるっていうふうに分けられる。で、これを知ってるだけで、その情報に対してすごく、なんていうのかな、不安にならなくて済むよっていうことをさっきの本で、教えてくれたっていう。で、そこからなんか僕自身は情報をデザインすることっていうことに興味があって、まあ、それまでは割とグラフィックデザインとかエディトリアルデザインをやってたんですけれども、まあ、当時そこからインターネットも入ってきたので、まあウェブデザインもやるし、それからインフォメーションアーキテクチャみたいなものにもこうどん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 入っていくっていう、私自身がなんかこう新しい世界に入っていった、きっかけとなる人なので紹介させていただきました。そんなに伸びないでできそう、走ったから。で、ここからはもう最後なんですけれども、まあ、今日のお題で、その先ほどの未来は見えるかっていうよりかは学んだことっていう時をことを話したんですけれども、で、これは途中で出てきたその産業によってデザインがどういうふうに変化していったかっていう図です。で、多分今の話っていうのは、情報デザインっていうのは、まあ、本当にこの2000この辺ですよね。インターネットがこう出てきて、その情報が本当に莫大に増えて、で、そこから情報をしっかりデザインしていくようになっていくと。で、そこからそのいろんなソフトウェアとかもどんどん、で、ここでなんか多分こう単純にものだけじゃなくて、そのユーザーインターフェースとかこう作り始めると、使いにくさみたいなものがこう出てきて、で、ユーザビリティを上げなきゃいけないっていうことで、ユーザーインターフェースのデザインとかもこう出てくると。で、どん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 そういったものが、進んでいくと、ヒューマンセンタードデザインみたいな言葉が生まれてくると。つまり人間に使いやすくなきゃいけないんだっていうことが生まれてくると。で、それ自身は悪いことじゃないと思ってるんですね、僕も。だけど、なんかその経済をすごく回すためとか、その人間に便利にするためだとか、なんかそういったことがどん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 進んで、今ややもするとそれがすごく加速度的に進んでる気もするんですね。なので、なんか今日はリチャード・ソールワーマンの話をして、情報のデザインの話を最後にしたんですけれども、逆にリチャード・ソールワーマンから僕が今学んでることは、その本当に人間中心のデザインだけで良いのかっていうのが、もう一度考えた方がいいのかなと。なんかそういったデザインが物からことへみたいなことがあって、で、どん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 そういった人間中心のデザインになっていった時に、それで本当にいいんだろうかっていうのが、今日の私からの最後の問いです。本当はね、もっといろんな人のことを今日はお話ししたかったんですけれども、時間も限られる中で、こんな話をさせていただきました。若干伸びましたけれども、皆様が未来を考えるヒントに少しでもなったらありがたいと思います。どうもありがとうございました。先生、ありがとうございました。まあ、雑誌デザイン、展覧会とかですね、もう先生がこれまでされてきたお仕事を通して、先生ご自身がもうメディアになられて、その数々のデザイナーさんたちの言葉とかエッセンスを、まあ、今回伝えていただけた機会になったんじゃないかなと思います。ちょっと時間過ぎておりますが、会場の皆さんからご質問何かありましたらお受けいたしますが、いかがでしょうか。大丈夫ですか。ちょっと、YouTube のコメント欄で一つ質問というか、はい、
コメントに近いところもあるんですが、いつも宮崎先生は何でも面白がって明るくてらっしゃって、そのエネルギーの強さに憧れます。その明るさやエネルギーがデザインするのにも大切なのでしょうか。未来へのヒントとして先生がデザインにおいて大切に考えられていることなど、何でもいいので何か教えていただけないでしょうかというご質問が来ております。すごい難しい質問ですね。何ですかね、何でしょうかね、いつも考えていること、何だろう、何だろうな。でもまあ今日ここに話したようなことだと思いますけどね。これはあの白い部分というのは実はあの彼らの言葉じゃなくて僕の言葉なんで、まさにこうデザインを楽しまなきゃいけないなとか思ってたりとか、あの特に最後のことはすごく最近僕自身が考えていることですね。なんか人間だけのためでいいのかなっていうのをすごく考えていることですけれども、あとはなんか喜んでもらうっていうのがすごく大切にしてもいるかもしれないですね。そんな答えでいいんでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、なんかまた新しい問いも次々生まれていく感じがありますね。はい、ではあの本日、まあ、時間も過ぎましたので、これにて終了としたいと思います。すいません、一つお知らせで、本日の学びを深める場所として、スクリーンラボというバーチャルの空間をご用意しています。オンラインのホワイトボードアプリケーションのミロを使って、気がついたことや皆さんがメモを取ったことを共有したり整理して展開する場所です。本日教えていただいたデザインの領域研究分野が深まり発展していくような場所になればと思っております。URL は YouTube の概要欄に記載しますのでチェックしてみてください。ではあのもういろんな話が飛び出してあっという間の時間ではありましたが、多摩デザインユニバーシティ講義プログラム、デザイナーズポートレート、過去のトップデザイナーの言葉から未来は見えるかを終了いたします。改めまして宮崎先生、本日はありがとうございました。それでは終了となります。ありがとうございました。これよかったらもしあの見てください。なんかどうぞ置いときます。